さあ、刀鍛冶の里編の次なる任務は、あなんと柱稽古編ということで、えー、テレビアニメ化決定いたしましたね。いやー、アニメ4期ですか。 いや、本当に楽しみなんですが、あ今回解禁された内容がですね、え昨日まずは PV の方が公開となっておりました。で、そんな感じで、PV の中で解禁されていた内容なんですがあ、まずはですね、富岡義勇さんのキャラクターデザインということで、いやー、ちょっと富岡義勇うん、本当にやばすぎるね。いや、マジでかっこいいですね。 いや、これはちょっと無限上編が本当に楽しみになるというか、まあ、そんな感じのキャラクターデザインだよね。いや、本当によりシャープになって、アニメ一期の時よりも、いや、めちゃくちゃかっこよくなってますね。うん。で、そんな感じで続いて解禁されたのが、あ、古町忍さんということで、まあ、私の推しである古町忍なんですが、いやー、忍さんやばいね。 うん、これはちょっと本当に早く見たいというか、いや、中央会議もありますし、うん、柱稽古の方でもね、胡蝶さんはもうねあ、ありがとうございますって感じで。はい。もう毎回毎回、胡、う、蝶、ん、さんは登場するたびに、本当にもう神なんで、もう早く見たいですね。はい。で、そんな感じで続いてが、姫島行名ということで、 いやー姫島さんもちょっとエグいですね。いや、今回ね、初めての登場というか、いや、この武器は何なんですか、と、いうことで。いや、もう無限上編見据えての、うん、キャラクターデザインですね。いやーちょっとこれは本当に嬉しい。うーん。いや、マジで嬉しいっすわ。うーんちょっと姫島さんがね、俺は個人的に早く見たいんで、まあ、無限上編の方で、 大活躍なんですが、いやー、ちょっと早く見たいですね、本当に。キャラクターデザインも本当に最高だと思います。はい。で、そして続いてが、品津川さねみと、いうことで、いや、品津川さねみもだいぶえぐいですね。う品津川さねみ、これはやばい。いや、めちゃくちゃかっこいいね。で、今回品津川さねみはさ、 死なず川兄弟っていうことが刀鍛冶で明かされたから、まあだいぶ視点がこうね、当たっていくんじゃないかなと思いますので、いやかなり楽しみですね。はい。で、そんな感じで、えー、続いてがイグロオバナイトということで、いやーイグロさんも本当にかっこいいね。これはちょっと惚れちゃうというか、いやーちょっと早く戦闘シーンが見たいんですけど、 まあ、柱稽古編の方で、まずはね、キャラクター性ですよね。まあ、どういったキャラクターなのか、まあ、今回明かされていくので、まあ、すごく楽しみです。はい。いやー、ちょっとこのキャラクターデザインはね、さすがにかっこよすぎるというか、ちょっとこう、無限上編見据えての、 うん、デザインとなっておりますね。はい。ということで、そんな感じの、まあ、柱系5編がテレビアニメ化ということで、まあテレビアニメ4期でえ放送するということなんですが、あ全体的なデザインがですねえ、こういう感じとなりまして。いやー、ちょっとね、煉獄さんがいなくなってしまったんですが、まあね、うん、最高の柱のイラストですよね。はい。 で、そんな感じでね、うずい天元の方が、まあねえ、今回柱稽古編でも登場するんですが、まあ、キャラクターデザインがね、前のままですね。うん。で、今回うずい天元が一応新たなキャラクターデザインに変換されると思うので、まあそれに関してはこうサプライズ的な内容で、うん、アニメが放送されてから解禁されるのかなと思いますね。はーい。 ツイッターの方にえこんな感じでえキービジュアルの方もねえ投稿されておりましていやーちょっとやばすぎるね、えー、これは本当に神いやーもうねキービジュアルが豪華すぎるというかいやーちょっと早く見たいなと思うんですがあ今回ですねなんと声優さんの方が 変わらずですね、えー、嬉しくてですね、えー、富岡義勇が桜井隆弘さん、えー、渦井天元が小西勝之さん、時、えー、藤無一郎が川西健吾さん、えー、古町忍が早見沙織さん、関、え、路、ー、寺光が花沢香菜さん、えー、イグロ花井が鈴村健一さん、えー、品津川さねみが関智和さん、えー、姫島行名が杉田智和さんと、おなりましたね。 うん、変わらず、えー、続投という形で、うん、富岡義勇さんもね、えー、変わらず本当に嬉しいですね。はい。ということで、えー、そんな感じでね、えー、一人ずつね、えー、キービジュアル見ていきたいなと思うんですが、あまずは胡蝶忍ですね。胡、う、蝶、ん、忍さんマジでえぐいですね、えー。人も鬼もみんな仲良くすればいいのに、と。いやー、ちょっともうメッセージから神ですか。 はーい。いやー、これは本当に見たいですね、早くね。うん。で、続いてが富岡義勇さんということで、己の怪我の程度もわからない奴は、戦いに関わるな、ということで、いやー、ちょっと富岡義勇さんね、無限上編が本当に楽しみなデザインですよね。いやー、これは本当に楽しみですね。はーい。 で、続いてが、姫島行明ということなんですが、ナムアミダ仏と、いうことでね。いやー、無限上編が早く見たいっすわ。うーん、ちょっとこのデザインはやばすぎる。うん、めちゃくちゃかっこいいね。で、続いてが、あ、名津川サネと、いうことで、いい度胸してるぜ、てめえば、ということで。いやー、めちゃくちゃかっこいいっすね。 うん、早く見たいっすわ。本当に早く見たい。柱稽古も早く見たい。はい。ということで、えー、続いてがイグロオバナイとおいうことなんですが、言うことすべてを信用できない。俺は信用しない、おいうことで。いやー、ちょっとね。うん、今回、もう、キービジュアルが神みすぎるね。 はい。ということで、まあ、そんな感じで柱稽古編テレビアニメ化決定したんですが、まあ、年内放送は可能なのかということなんですが、まあ、全然ね、うん、柱稽古編の年内放送は、 あるんじゃないかなと思っておりますねまな、あ、んでかっていうとそんなに長い編ではないのでまあ、全然可能かなと思っておりますねで続いて無限上編なんですがあ無限上編はね うん、そんな感じで柱稽古編の最終回の放送日に、うん、PV の方が解禁されるんじゃないかなと思っておりますね。えー、なので年内放送だとしたら、あ年内には無限上編の PV が、うん、見れるというところで、まあかなり楽しみですね。はい。ということで、まあ今後ですね、柱稽古編がいつ放送なのとか、 あとはですね、柱稽古編の見どころだったりとか、無限上編についてもですね、動画アップしていきたいなと思いますので、皆さんぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。では、皆さんまた次回の動画でお会いしましょううっぱい